She offered me some lace and she told me it would take me places. Now I can feel my face and I'm pretty sure she left some traces. Some good, some bad, doesn't matter if you feel some amazing. Grab me by the waist, now she wanna tell me something crazy. 4 days, 4 nights, I'm losing track of time and I wonder who am I. 4 eyes, yours, mine, and I wonder who you might be till you open up your mouth. 皆様こんにちは、イトキンコングです。本日ご紹介する商品こちらでございます。冷凍のムール貝でございます。はい。で、このムール貝は、このね、写真のように、もう、加熱調理してあります。で、中開けていきたいと思います。はい。中身出すと、こんな感じです。はい。この加熱調理されたムール貝が3パック入ってます。はい。で、これ加熱調理ってどんなんっていうと、ムール貝、ひまわり油、無塩バター、乾燥玉ねぎ、ニンニク、白ワイン、クリームパウダーと、要は白ワインとバター、ニンニクでもう調理されているというものでございます。こちらの召し上がり方なんですが、このままね、フォークとかで穴を刺して電子レンジありです。もしくは何もね、開けずに湯煎ありです。で、おすすめなのが、フライパンで調理することです。電子レンジとかお湯で調理しちゃうと身がね、やっぱりギュッて硬くなっちゃいます。で、フライパンで調理すると非常にふわっと美味しく召し上がれるので、そちらの調理方法でやっていきたいなと思います。じゃあ行きましょう。それではフライパンを用意して、ここにね、もう入れていきます。この凍ってるやつがソースです。はい、もうソースも一緒に凍って入ってると。で、今ムール貝はほぼね、口が閉まってるので、蓋をしてこれで加熱して、口が開いてくるのは大体10分ぐらいです。それで完成です。はい、中火からやや弱めで、もうすぐに蓋してください。はい、この状態で10分いきましょう。はい、今5分ぐらい経ちました。中見てみましょう。はい、こんな感じで、こんな感じでソースが溶けてきてね、全然焦げません。めっちゃ楽。はい、あと5分いきます。はい、じゃあ10分経ちました。火を止めて蓋開けます。はい、こんな感じでね、しっかりソースがあって身がふっくらです。これだけ、めちゃくちゃ簡単です。でも盛り付け、ソース結構あります。かけます。はい、もうフライパンに入れただけ、こんな感じ。じゃあ食べてみましょう。いただきます。で、いきますか。これいこう。ほらこれ、ほらめっちゃプリプリですよ。これ絶品。美味しい。めちゃくちゃ美味しい。レストランお店の味です、これは。はい、結構大きい。うん、はい、うん、これ美味しいよね。美味しい。うん、こういうのってスーパー売ってるじゃないですか。あのシリーズ一番美味しいよね、これが。うん、こういうね、紐だけ取ってください、このついてるの。で、次からはこれね、これつまんで食べたのかも、外国でしょ。うまい。うん、そうそう、これだけ説明すると、ムール貝ってね、たまについてないな、あんまり。結構ついてた。あ、すぐ綺麗に取れるね。うん、そうそう、これはついてないんですけど、ここにね、ほら、こんな紐が出てるんですよ、こうやって。これだけ取ればいいんですか、こうやって。ピッて取れるの。で、あと、この味付け。
もう白ワイン、ニンニク、バターとか入ってるんで、でパプリカ、玉ねぎ、ニンニク、まあ、これも用意するの大変じゃないですか。もうそういう時にもうこれぬくめるだけで、このクオリティはめっちゃおすすめでね。最後これスープで見えると思います。このスープにパンを浸すわけです。これがやばいよ。うん、まっ、うん、はい、まずはね普通に食べて、もうめちゃくちゃおすすめ。はい、今ムール貝食べ終わりました。めちゃおいしい。でムール貝を食べて、あのスープちょっといただいても、やっぱりねこれだけ残るわけですよ。うん、でこれあのソースがすごいおいしいので、パスタもめちゃくちゃいいと思いますよ。あのおいしいと思う。ただね、あの僕のチャンネルではね、それパスタやっても面白くないので、今日はこちらの残ったスープでリゾットいきますよ。リゾットも残ったお米で簡単にできるんで、ぜひね見てください。いきましょう。余ったスープでリゾットいきますよ。で材料はトマト、そして僕はあのキノコ冷凍してるんですが、しめじです。はい、一つかみ、よし、いこうか。はい、僕は冷凍してますが、あの普通の冷凍してないしめじ、マッシュルーム、しいたけ、何でもいいです。もうキノコ入れたら美味しくなります。そしてお米ですよ。今日はねもうこの、 あの保存用のお米、レトルトのお米使います。こちらが約 200g ぐらいかな、 180g ですね。はい、こちらのお米を使っていきたいと思います。じゃあこれも表示時間通り電子レンジ入れましょう。うち 600W なんで約2分。お願いします。リゾットってめっちゃ簡単です。ポイント、このキノコの味を出したいんですよ。なのでまずフライパンにオリーブオイル入れます。そしてキノコを炒める、もうこれがポイントです。キノコはほとんど水分なんですよ。なのでこの水分をどん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 飛ばして、うまみ凝縮していきます。でね、キノコ冷凍したらええやんってよく言うじゃないですか。でそれ何がいいかっていうと、この冷凍してるとね、水分が炒めた時にめっちゃ早く飛びます。なのでより凝縮するっていう、やってる間にねこれご飯チンできました。じゃあこれ開けてさっと水洗いします。こうもっちりしてるわけですよね、日本のお米って。もっちり、ちょっと言ったらネバッとしてるわけですよ。であのリゾットってあのパスタみたいな感覚なんで、パラパラじゃないですか。なのであの洗ってください。これもうそれだけ、ザルにどうにする。であの流水でいいです。流水で、はい、これでパラパラ。少しキノコに焼き目がついてきました。まだいきますよ。中火から弱火でいいので、これじっくりいきます。ここポイントです。はい、これぐらいです。もうなんかカラカラになってるでしょ。キノコの水分飛んで、もう本当に旨味だけになりました。でここにこの残ったねスープ入れていきます。トマト入れます。はい、お米入れます。今水分ないです。水分ない場合はここでお水させてください。いや、まあ、あのパスタと一緒ね。パスタも最後水分残すでしょ。もうここからパスタと同じなんですよ。実はパスタと一緒。はい、違うところはおじやみたいにベトベトにしたくないので混ぜてないでしょ。そこだけ違い。これ混ぜない。これぐらいです。鍋揺するぐらいだけです。
混ぜると最初にあのお米の話したんですけど、あのでんぷんまた戻ります。表面が溶けてベトベト、おじやになるわけですよ。リゾットにしたいので混ぜない、ベトベトにしないっていうのがポイント。はい、これ沸騰させるだけです。こんな感じでグッと沸いてくるでしょ。一回沸かします、しっかり沸かします。触ってないでしょ。こんな感じ、グッと沸いたら火を消す。あとは粉チーズとオリーブオイルで完成です。粉チーズ入れます。オリーブオイル、最後混ぜますよ。はい、これだけ。こんな感じにするとほら、お米の粒感ある、そしてチーズが入ったんでね、とろっとします。はい、ここによくね、最後バターで仕上げるんですよ。ただこれの商品に関してはバター入ってます。なのでこれに関してはバター入れなくていいと思います。もうこれで盛り付けます。黒胡椒いきます。残ったスープでリゾット完成。ではいただきます。え、違う料理ですよ、これ。めちゃくちゃ美味しいから、これ。もう食べて。もうね、僕が言ったらね、おもんないんですよ、奥さん。作ったもんな。うん。やば。めっちゃ美味しい。こうやってなるでしょ？全然違う。全然違うでしょ？そう。今、全然違うって言ったじゃないですか。何が違うかっていうと、キノコ炒めるんですよ。食べたことある方よくわかると思うんですけど、ちょっとしょっぱいな、あの味飽きてきてるじゃないですか。あのしょっぱさをなくすにはキノコ炒めるんですよ。ないでしょ、全然。めっちゃまろやかになったでしょ。あのなんか海っぽい味なくなったでしょ。そう、ただ旨味として残ってる。で、今日はね、ご飯はあのチンするご飯ですよ。なんかリゾットって固めに炊いて難しいとか思うじゃないですか。もう全然全然、もう全然いらないです、そんな。さっと洗うだけ。おいしいじゃないですか、イタリアの。めっちゃおいしい。おいしい。きのこいいでしょ。しめじだけやもんね。しめじだけ。すごい。うん。よいしょ。きのこ好きなの分かるでしょ。めっちゃおいしい。おいしい。めっちゃくちゃおいしい。おいしいよね。うん、本当にね、これだけでもね、あのムール貝価値ありますよ。そう。だからね、これ何がいいかっていうと、まあ、キノコうんぬん言ったんですけど、ベースめっちゃ美味しいんですよ、これ。これ本当におすすめ。はい、ということで、本日はコストコの冷凍のムール貝ご紹介しました。まずはそのまま食べてみてください。もうめちゃくちゃ美味しい。そしてアレンジね、パスタにしたり、今日やったリゾットできます。めっちゃ美味しくなります。あの、キノコ苦手な方、パスタにした時にあのトマトペーストとか入れてください。じゃあね、トマトの味になってまた美味しくなります。それもおすすめなんで、あのパスタするときはそのままやるよりトマトペーストとかちょっとトマト入れるとトマトの味に変わってね、美味しくなると思います。3パックあるんで、まあそのまま食べてちょっとアレンジ味変えていくっていうのがいいと思います。もちろんね、あのパエリアとかもできるんですけど、やっぱりあの量結構あるんで結構むずいんですよ。なので、あの今日みたいな使い方、まず食べて残りのスープを使うっていうのが僕はおすすめかなと思います。もちろん残ったスープを翌日使ってもいいと思います。はい、ということで、コストコの冷凍食品まだまだおすすめなものあるので、これからも探して見つけて皆様にシェアしたいと思います。
今日の動画が参考になりましたら、ぜひチャンネル登録と高評価、通知ボタンの方もよろしくお願いいたします。コメントもお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。イートキンコングでした。バイバイ。これマジおすすめ。